は難しいというお話。とても多い相談だけど、難しいと思ってるその感覚は大事だよね。そうよね。難しいと思った分だけいっぱい考えたりもするから、少しずつでも発展や成長が期待できるのよね。そもそもそれぞれに価値観が違う中で、僕たちは時間を共有しているから、コロナ禍の影響で人と人の距離感が広がった今は困難さに拍車がかかっているのだ。世界中に暗い影を落とす大きな出来事も起こっているから、漠然とした不安を持ちながら私たちは今を懸命に生きているのよね。どんな時代であっても大切なことは一つ、他人に合わせるのも自分の意思を通すのも自由。どちらにするのかを自分自身で主体的に選択すること。だからこそ頑張っている皆さんには、今日一日を頑張った証に自分へのご褒美を用意してあげることがとてもおすすめなのです。ちなみに今週うぷ主は大好きなローソンさんで大好きな当たり目を10袋お花買いして、毎日昼ご飯にしてニヤニヤしているそうです。やりすぎぐらいがちょうど良いのだ。このお買い物で500ポイントをもらったそうで、この点も超絶おすすめポイントなのだ。当たり目をガシガシ噛んで脳みそフルパワーだそうです。寒い季節がやってきましたので、皆さんもどうぞご自愛くださいませ。ふい、いつも皆さんのことをこの場所から応援しています。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。